久保さんもうだいぶハげてきましたね猛攻も戦争してますよ戦争に負けてますねもう、はい、久保さん絶対剥げないですよね多分ね久保さんもう直毛というかもう根強いですよね <laughs> ま白髪はすごい出てきてると思いますけどうん,なんだろうななんかやっぱなんかやっぱなんでしょうねうーん まあ僕はね自分の戦争をしてきたんで今の人生があるかなと思いますね、うん、いっぱい戦争してきました自分の中で葛藤ですね、うん、時には自分に負けることもあるし時には自分で勝つこともあるしまあ自分と自分との戦争を繰り返した結果今がありますでも多くの人は自分と自分で戦争せずに他人の指をさしてああだこうだ隣の芝生を見てああだこうだ言ってると思うんですけどうん まあ人生時間ないので自分がどうしたいのかっていうところとうんまあお金稼ぎたいんだったらお金稼ぎたいのか稼ぎたくないのかお金があった方がいいのかなくてもいいのか自分と向き合って自分と戦争でいやどっちが勝つのかといや,やっぱり俺には無理だで終わらすのかその戦争をねでも俺俺に,俺には無理かもしれないけど俺にもできることがあるぞっていうふうに あのー、また戦いに行くのかそれはあなた次第ですねいってらっしゃい。